小麦、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 スイカ、かぼちゃ、じゃがいも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 、かぼちゃ、小麦、スイカ、苗、苗、苗、じゃがいも、じゃがいも、苗、じゃがいも、松明。いやあ、皆さん、刹那圭介だよ。今回はマインクラフトやっていこう、続き。久しぶりの収録、ちょっとすみません。いろいろネタを考えてたんですよね。あと、ちょっと最近、なんだろう、俺の学習というか、勉学の方に励まなあかんような時期になってしまいました。ちょっと収録が遅れてしまいました。今回は、ちょっと、悩みに悩んだ挙句、俺がやろうと思っているのは、よく考えたら確か向こうあたりにね、この前作業をした時に、何の作業だったかな、あ、農作業じゃ。農作業をしとった時に、向こうに、鶏だったか。鶏置きっぱなしにしとったん、わしとってね。それを家の中に持ってこようかなって思っております。すっかりわしとったもんな。こっちこっち。あれちょっと待って。あれえちょっと、守くんどこ行ったん、守くんおらんけど。え ?1 ヶ月入ってない間に守くんどっか行ったの。あれ守くんどこ、えちょっと待って、守くんはえ守くん、守くん、え守くんおらんようになったで。ちょっと待って、守くんおらん。え、まもるくん？いつもこれぐらいの橋の方におったような気がするんやけどな。あれ？ちょっとまもるくん？ちょっと重大事件なんやけど。まもるくんおらんようになった。え、まもるくん失踪事件が起きてます。あ、おるわ、おるわ、おるわ。まもるくんすごいところを移動したんやけど、これ。まもるくんお前だでしょ？畑を守るというお前の使命どうしたん？うん。え1ヶ月置きっぱなしにしとったら、向こうからこっちまで移動してくるもんなん、ゴーレムって勝手に。しかも、さらに離れようとしとんねん、こいつ。もういいわ、もう。意外な事実発覚したわ。こっちですよ。ピヨピヨがおるのはこっち。これね。前回、この畑を作り寄るときに見つけたけん、一応捕まえておこうかなぐらいの感じでここに入れておいた。すっごい軽い気持ちで捕まえておいた感じ。じゃあ斧でこう、この出口を作ってですよ。この種だった。種で誘導。あれ種じゃなかったっけ、ね、あれ種じゃなかったっけ、あ、キヨンでキヨンで。生きるわ生きるわ。もう一匹も、おい、おいこいつ、おいこいつ。こいや、奥のやつ。じゃあ、ここを削ってよ。あ、そうそう。どこ行きょ、お前。どこ行きょ、お前。レモンは一人だけ変なとこ行きょんなの。待て、こら。はい。あれ、種じゃなかったっけ、種じゃなかったっけ。ちょっと待って、待てや、お前。待て、これ、種よな。ちょっと待って、あのひよこだけ種に釣られんのやけど。この2匹は従々についてきてたのよ。あ、なんか、ライオンキングみたいになったんだよ。ライオンキングみたいに、あー、スペンダーみたいになったんだよ。
待てよお前、あこいつら逃げそうやけど、お前らも来いよ、お前連帯責任だ、連帯責任、あの一匹が逃げたけお前らもついてこ、卵産んでる、こんなとこで卵産んでる、わざわざここまで移動する意味ないだろう。はよ登ってこいや、登ってこい登ってこい、ファイトを一発じゃこれは。なんなんこれ。あーいつもなんか変なとこ来たんじゃないか、マネかお前、ライオンキングやりたいんかお前は、ライオンキングそんなんちゃうけど。よし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 、ちゃんと来いよ、あなんか畑が邪魔になってくる、こっちこっち、愛刀剣こっちかな、うん、よしよしよしよ、ジェットストリームダックよこれ、綺麗に一列になったもんこれ。面白いなこれ。よしここカーブカーブちゃんと曲がるよ、オッケーオッケー、いいよ、落ちてない落ちてない。どこにしようかな、構成できたもののどこにしようかなって感じやな。どうしようかな。いいかもしれない。みんなついてこいで、ついておいで、おいでおいでおいで、一匹おいできた。ちょっと勇気がなくておいでこようと しないやつが、お前らもちゃんと来い、ちゃんと来い、押し、そう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 、押し込むぞお前、押し込むぞ。よっしゃ、降りていっきょう、降りていっきょう、降りていっきょう。おい、ちゃんと着地しよんな。ここに作ったろうか。こういう、ちゃんと面白いところがあるじゃない。日当たり最悪やな。あかんな、日当たり最悪な。こいつらついてくるこれ。ついてこい。ついてこい。やってもった。ここしかないでないか、もう。やってもた、2階とか屋上とかの方が良かったな、これ。こんなところに監禁みたいな買い方しとんな、こんな。しかもこんなまがまがしいもんが目の前にあるんぞ。鶏悪影響を及ぼすよ、これ。こいつら鶏をチキンにした時に悪影響がひどいだろうな。硬い肉になる。ストレスで、まあいいや、もう。この辺りにこうポンポン置いてあって、もう仮にしとこう、仮の場所に。あ、なんかこいつら。あ、ちょっと待って、え？鶏向こう側の世界行ってもだ。興味津々やな、お前ら。しょうがない。お前はこっち来とけ、とりあえず。お前はこっち来とけ。あかん、ここダメや。とりあえずここにしようかなって思ったけど、やめとこう。ここ2匹だけにしとこう。次に鶏捕まえたら屋上にしとくかな。グダグダすぎるわこんな。それよりあいつどうなったん、向こうの世界行ったけど。あ、おるおる、お前なんでしょう、何お前こんなこっちの世界来たんだな、呆然としてるよ、なんか入ってみたらこんな世界に入り込んでしまったけん。そして好奇心があるかのようにすごい動き回ってる。こっちじゃ、こっち入れ、お前入れ、入ってこい入ってこい、よし、それでいいそれでいいそれでいい、もうオッケー。普通に元の世界に戻せたな、よかったよかった、わかった、あーよかったよかった。一時はどうなるかと思ったぞお前、ちょっとそういう心配させんなお前、あれ元の世界に戻ってきたいみたいな感じになるなお前。お前も何お前脱走しようとしたんだな、どさくさに紛れて、こっちじゃこっちじゃ、こいつら面白いな。よしいいよいいよ、こっち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 、オーライオーライオーライ、よしそんでもってここ封鎖、卵産んでくれればここでもいいんやけどさ、もうこれ以上増やしたらあかんなこれ。あの3匹はしゃあない。俺のミスだったわ。もう地下に進ますしかないような。戻ってこれのだったら。でもまあ、次に鶏増やしていくなら、ここに柵を作って、ここに住ませよう。こういう日当たりのいいところじゃないと、ちょっと鶏も良くないよな。とりあえず簡易的にこれぐらいの小さいところを作っておけば、今のうちは問題ないでしょう。最初からこうすればよかった。俺の考えが甘かったわ。
大体こんなに広いところ、広いスペースあるのに、なんでわざわざ地下に作るかっつう話やな、よう考えたら。バカみたい。よしよしよし。でもってだ、卵を11個持っとったのに気づいた。ここに卵を放り投げて生まれさせる。1匹しか生まれなかった。とりあえずひよこ1号とでも名付けとこうか。一応お前はここの1号やけんな。一応親分っていう名乗ることができます。大いに名乗ってくれて結構ですみたいな。ちなみに地下に置いていた3匹やあれは1号2号3号ではない。失敗作。ひどい言い方だな、失敗作。それにしてもさ、今回こんだけ短い時間で終わってしまったけど、正直やること何をすればいいんだっていう感じなんよな俺。ああ、マモルくんこんなとこまで移動しとる。マモルくんまでライオンキングやろうとしとんかお前。いや、それよりね、もうやることなくなってきたんですよね、マインクラフト。何をやればいいか。まあ、おいおい考えていきたいし、視聴者さんのなんかリクエストに応えてやっていく感じもやりたいかもしれませんな。と言っても、ね、俺結構やってないこと多いんやけどね。とりあえずそんな感じでいこう。今回は短くてすいません。やることがないんで。あ、それよりも最後にちょっとチェックしておこうか。もしかしたら、あの3匹はもう卵産んどうかもしれんで。かもしれんな。産んでないよ。期待した俺がバカだった感がする。ずっこけ3人組やの、こんな。ああ、もう、今回すっげえグダグダだ。あ、今卵産んだが落とした。卵産んだ落とした。卵産んだ。この土壇場で卵産んだで、こいつ。何こいつら。今回すっごいこいつらが目立った回になってしまったな。まあいいや。はい、今回はちょっと短くてすみませんが、この辺で終わりとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。週明け。